今回はたったの3回であなたのお腹を確実にへこませるエクササイズを紹介します。最後まで見なければ必ず後悔しますので、ぜひやり方と実践行っていきましょう。今回の動画を最後まで見てもらうことで、簡単に首も腰も痛くならずに寝たままでたったの3回でお腹がへこませれる方法というのが分かってきます。バッチリやっていきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの3回でお腹をへこませることができるエアアブスというのを紹介していきます。腹筋やプランク、どうしても首や腰が痛くなる人多いと思います。今回は大丈夫です。うつ伏せになったままで簡単にできます。しかしながらできない人もいるでしょう。もしできたのならば確実にお腹をへこませることができてきます。お腹をへこませる方法というのは、お尻がとても関係しています。例えばお腹の力がなければ腰が反れてお尻が出る、お腹も出る。お尻の力があれば腹筋が少しでお腹をへこませることができます。ですがお尻の力がないと、お腹をへこませる力がたくさんないとお腹がへこまないので、お尻と腹筋とても大切です。今回お腹もお尻も同時に使えて、お腹を確実にへこませることができる、プランクやデッドバグや腹筋よりも確実に簡単で痛みなくできます。携帯をそばに置いてうつ伏せになって一緒にやっていきましょう。やり方を紹介していきます。はい、エアアブス、いわゆるお腹の下を空気が通るという意味です。やり方としては、まずうつ伏せで寝ます。寝た状態でお腹を持ち上げて隙間を作ります。やってみます。こういう感じです。ここに隙間を作ります。お尻を上げてはダメです。お尻はつけたままでここに隙間を作ります。今のお腹の下に隙間を作った状態で10秒間息を吐き続けます。これを3回です。お尻が上がってもダメ、前ももが浮いてもダメ、腰を丸めてお腹だけ持ち上げます。上半身をリラックスです。こうです、ここといった感じです。これはお腹が持ち上がらない人も多いと思います。お腹を持ち上げるポイントとしては、腰をしっかり丸める、お尻を締める、お腹をへこませるといったのがポイントです。これで息をしっかり吐きながら10秒間キープ、それを3回やっていきます。もしお腹が持ち上がらなくてもですね、格好だけ真似してください。お腹が持ち上がることができれば確実にその時はお腹がへこんできます。一緒にやっていきましょう。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、あと2回です。いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 ラスト。お腹をどんどん引っ込めます。お尻をしっかりキュッとキュッと締めます。お尻を締めると腰が丸くなるので、それでお腹を引っ込めてキープです。ラストいきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 やり方としてはとっても簡単ですよね。簡単なのに、めちゃくちゃシンプルな動きなのにお腹が上がらなかった人、コメント待ってます。これでお腹を引っ込める力がすごくつきます。もちろんプランクもお腹が下になってますから、お腹をへこませることができてくるんですけども、やはりプランクは腰が痛くなるとか、肩がだるくなるとか、前のももが疲れるとか、そういった原因でお腹が効く前に、お腹をへこませる前にバタン倒れてしまいます。ですが今の分は、
首も痛くない、寝てますか。そして体を持ち上げないので脊柱起立筋には効きませんけども、腰を痛めるリスクというのがゼロになります。そしてお腹だけをもちろん持ち上げてへこましてキープしますから、とにかく腹横筋直にターゲットとして効かせられるエクササイズになります。エアアブスです。これをやってみた方、できなかった方、できた方、たったの3回です。お腹が持ち上がらなかったよって方はね、持ち上がるまで動画を見ながら練習してください。そしてお腹が持ち上がった方、お腹に隙間ができた方はですね、ちゃんとももがついてて体が持ち上がってなくてお腹だけが上がっているっていうのができた方はですね、その方はお腹がどんどんへっこんできます。ですのでぜひコメント欄をご自由に使ってください。何日目丸できた、何日目丸できたっていう感じでコメントを自由に使ってください。そしてコメント同士で、コメントされてる方同士でですね、全然コミュニティを作ってください。私きつかったよ、私できたよとかね、全然コメント使ってもらっていいですか。ご記入よろしくお願いします。やってみた方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行っております。説明欄からよかったらリンクのフォローよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。